いやでもこれ、わあそっか、これどうしよう。モテてたらどうするって、モテてたら何って。ああ投げかけ、また返すのね質問を。だからそっか、モテてたら嫌だなって思って、そのモテてる子手に入れたいと思わないの。うわめちゃくちゃ転がすじゃん。あそういうことね、うん、すごい、いきなりこれでも彼女がそんな手だれになって現れたら怖くないかな彼。怖いと思う。どうしても何があったの、うん、1週間で。なんか変なお店に来ちゃったかなって思う。そうだよね、うま、ん、すぎるもんね。さあちなみに他の視聴者さんどんな回答なのか、はい、教えてください。大学生の方、年上の場合はえそんな風に見えますか、あんまりそんな風に言われることがないのでシンプルに嬉しい。あいいねこれ、うん、好感持てる。最初に前置きでちゃんとあれ言うのがいいんだね、うん、年下の場合は本当に、でもモテてたら普通に彼氏に困ってないわ、まだ。見てください次、16歳、女性の方、え本当ですか、ありがとうございます、もっと可愛くなれるように頑張りますねと相手の目を見てしっかり。高校生すごいな。いや一番最初がいいんじゃない。うん、ああシンプルに嬉しいで す, あなたですか。そう、えそんなに見えますか、あんまりそんなこと言われることにシンプルに嬉しいです。あなんか純朴そうな感じで。そうね、うん、じゃあこれアザトテキシャにこれで登録します。弘中先生ちょっといいですか。はい、ちょっと一個確認したいんだけど、モテるでしょ。